はい、今回ですけども、今日はですね、最近ちょくちょく、こういう冬になるとですね、過去にアウターの動画とか出してたりしてですね、いろいろまたその再度、サイズだとかそういうコメントをちょこちょこいただくんで、そういうのがあるんで、ちょっとまた、過去の動画よりも、新しく、もう一回出しておこうかなっていうことでですね、今日は動画撮ってます。で、結構問い合わせが多いのが、こちらですね。ノースフェイスになるんですけども、で、これがだいぶ3年ぐらい前に買ったRTG ジャケットですよね。はい、こちらの方をちょっとまた紹介したいと思います。最近あれですよね、ノースフェイスコラボとか、毎年コラボ出るんですけど、なんせですね、デザインがね、ちょっと最近ちょっと、なんかだんだんひどくなってるっていうか、ちょっとこれ、いいなと思うんですけど、ちょっとなんか難点があったりだとか、いろいろあってですね、なかなかちょっと最近ずっと買ってないんですけども。で、そうなると、過去の作品ですよね。過去の作品がいいなと思って、欲しいなって思った時にもうすでに、時遅しでもすんごいプレミアになっちゃってるんですよね。過去のやつだと特にですね。はい。で、大体、有名なのが、最近、4、5年前に出たエクスペディションジャケットとかですかね。あれが多分もう倍ぐらいになっちゃってるとか、になるんですけども、それに続いて、次の無難なやつって言ったらこれになるんですよね。その時は全然思わなかったんですけど、この RTG ですね。その時クソ高かったんですね。これでも、確か定価が99,000円、10万円じゃんっていうことで、10万円、高すぎだろうって思ったんですけど、これ今となってはですね、超シンプルで良かったんですよね。このゴアテックス系とかで言うと、本当これが2番目ぐらいに来るんじゃないかなというシンプルさですね。はい、ちょっとこれを着てみたいと思います。一応細かいスペックとか詳しくは前の動画ちょっと見ていただければと思うんですけど、多分でもどうしてもシュプリームのノースフェイスが欲しいって方はこの辺が妥当なのかなって感じがしますかね。もうなんかあんまり新作に期待してもなんかいいの出てこないんですよね。もうなんかだんだんもうこの 2,3 年でもうなんかそういう風に分かっちゃったなっていう感じですね。よっぽどいいデザインが出てこないっていうか、ほんとね、すごいですよね。で、これが一応今着てるのがサイズが M になります。M サイズですね。で、自分が身長173センチ、体重73キロぐらいで M ですね。M でちょっと大きいぐらいですね。L だと相当でかいと思いますね。はい。自分は今のこのオーバーサイズのフーディーの上から着ても全然余裕があります。はい。これやっぱ US サイズの方がいいですね。日本のマウンテンライトとかだと結構L とかになりますからね、自分になるだとサイズだと L でちょっと逆にちょっと大きめで着ないといけないとかですね、ドローコートで調整しないといけないって感じなんですけど、やっぱこう US サイズは M だとちょうどいいんですよね。はい、こういう企画にしてほしいですね、日本も。はい、こういうのが絶対着やすいということで、ほんとシンプルで、本当に肩の部分とあとこっちにも当然よくあるマークがあって、で後ろはシンプル。これ特徴というのがベストがついてるんですよね。でベストがこれですよね。問題はこれをつけるとですね、さらに薄くなっちゃうんですよね。なんか鎧みたいな感じで、おそらくこれ持ってる人なんてこれつけて着る人いないんじゃないかなと思うぐらいごついですね。こんな感じで、これ一応ちょっとジップで固定で合体できるんですけど、ちょっとこれはしないですけども、一応こんな感じで合体できるっていうね。こうですとごついんですよね。はい、一応 M でこんな感じですね。今これストック X とかで見ると、大体日本の定価が10万ぐらいなんで、サイズにもよりますけど、3、4万プラスぐらいか、もしくは5万かぐらいで買えるんじゃないかなっていう感じですかね。はい。もしかしたら2段でも売ってるかもしれないけど、この辺は、ね、はい、こんな感じで。でも、本当に、無難なやつ探そうと思ったら、もうこれぐらいじゃないですかね。エクスペディションジャケットだと、ほんと高くなっちゃってるんで、買うんだったらこの辺かなって感じですかね。はい。で、あとちょっとよく質問で、このベストも、反対で着てくれっていう質問が多いんで、それも、ちょっと着たいと思います。ちょっとこれ、脱がない。はい、こんな感じですね。まあ、一応ベストだけ単体で着ると、風神の上から着るとこんな感じで着れます。まあ、ちょうどサイズに、まあ、M サイズだったんで、M サイズのこういう、まあ、ベストになるんですけど。まあ、でもこれだけで、多分おそらく使わねえかなっていう感じですかね。どうなんだろうな。これはこれでありだけど、多分ここまでして気はしないから、まあ、ほんと普通のなんか、ダウンベスト着るかなって感じですね、自分的には。だからほぼこれ使わないかなって感じがします。ほんと飾り程度と思ってる感じで。はい。っていう感じですかね。まあなんでまあ多分おそらく最近のデザインの悪さから、ね、まあこういう過去の作品を、がちょっと購入検討されてる方が多いんじゃないかなと思ってですね、今回こちらの動画を作らさせていただきました。で、ちょっとこれは多分ね、尺が短いんで、前買ったやつももう一回ちょっと再度紹介しようかなと思うんですけど、前ですね、こちらですね、このダイワのジャケット、前これ買ってちょこっとしかやってなかったんで、もう一回再度、まあ今ちょうど寒くなってきてるんで、結構最近たまにですね、インスタとかで、見てると、結構ああいう、なんですかね、ダブルタップとかがなんか好きそうな方のアカウントとか見てると、これ着てたりしてですね、かっこいいなと思ってですね、あ、それは自分も買ってたなと思って、こんな感じで。こちらは一応ブラックですね。で、サイズがこれが、なんだったっけ、今タグも外してみてる。サイズが M ですかね。M サイズを着てます。まあ一応細かい説明は多分まあ前回から買いましたっていう動画に載ってるんで、ちょっと簡単にさせていただきますけども。M サイズでこんな感じですね。まあ、これはこれで悪くないんですよね。まあ、ほんとシンプルな感じで、ポケットが、まあ、いっぱいついてて。で、今これ着てるちょうどパーカーもこれダイワのやつなんですけど、こんな感じで着るといいかな。まあ、これ多分、結構これ買った時に速乾するかなと思ったら、意外になんかウェブサイトでは全然残ってて、まあ、本家のホームページはもう完売してましたけど、大体PayPayモールだとか、まあ、代理店、ディーラーがいるんで、そういうディーラーが出店してるショップとかだとあったりするんで、またですね、これも、もし気になる方があれば、チェックしていただければなと思います。これも結構いいんじゃないかなと思ってるんですね。はい。っていう感じですかね。はい。ということで、またなんか、もしちょっとなんかそういうリクエストがあればですね、またちょっと動画で、再度ちょっと今回こうやってアップしたいなと思いますので、はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、さようなら。